恋の意味も手触りも相対性理論も同じくらい相応なことなこの僕だったんだ大人になるその時には出会えているのかな何万とある愛の歌その意味がわかるかなでも恋は革命でも焦燥でも天変地異でもなくて君だった 方はなぜか寂しさに似てた君の歌い方は今日の朝焼けに見えた何千年後の人類が何をしているかよりまだ誰も知らない顔で笑う君を見たい僕にはない僕にはないものでできてる 君がこの僕を形作ってるそんなこと言うと笑うんでしょうそんな顔でさえ見たいと思ってる